バカラス病の患者は異形の怪物と化したそうです。患者たちは理性を失い、家族を、村を傷つけ、そしてリムちゃん、だからいつも言ってたのよ、水をあげなきゃすぐに枯れちゃうのよ。助けてあげられなかったのよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ルティアさん、病の根源は見つけました。しかし封じ込めることができず、呪文石は根源と共に砕けてしまいました。そうですか。患者さんが突然苦しみだして石になったのです。光の柱の出現とともに。もしやトリオムでもと思って。光の柱、光の柱のせいでこんなことになったのか。エッジ、僕たちが失敗したから。いいえ、病の根源がある以上患者さんは増える一方だったはず。それを破壊してくださったあなた方を誰が責めるでしょう。そうですよ、エッジさん、全ての元凶はあの謎の物体です。僕たちがやるべきはあれの正体を突き止めることではないですか。リム、僕たちは空に戻るよ。二度とこんなことを起こさないために。君はどうしたい。もし今もまだ僕たちと同じ気持ちなら、僕たちが君を仲間だと思っているように、君も僕たちを仲間と思ってくれているのなら。リム、行く。ルティネ、すっごい呪文使いになって戻ってくるのよ。行ってらっしゃい。